WMC インターコンチネンタルライト級王座決定戦3分3ラウンド延長あり肘ありで行われます。後期対レンタウォーワンチャイの一戦であります。朝日さん、はい、この2人は実は対戦してるんですよね。そうですね、3ヶ月前に実は対戦してるんです。はい、でも無効試合になってしまったんですよ、うん、後期さんの金的に攻撃が当たってしまって続行が不可能になってしまったんで、はい、でもその無効になるまではレンタ選手がダウン1個奪ってたんですけど、ですけど無効試合になっちゃったんで今回しっかり決着つけてどっちがチャンピオンなのか決めてほしいですね。なるほど、今回はね完全決着つけようやというところでありますかね、はい、萌えさんどうでしょうかこの戦いは。本当に完全決着つけてほしい試合ですよね、だからもうしっかり見ていきたいですね。さあ始まりました、後期対レンタの一戦です。赤のトランクスが後期、青のトランクスがレンタウォーワンチャイとなっています。やっぱレンタ選手はさっきのダイヤウォーワンチャイ選手同様に、はい、やっぱウォーワンチャイプロモーションの選手なので、タイでの試合経験が豊富なので、はい、それにムエタイスタイルなので、お早速そうですね、首相撲から入ってきてます ね、しかもパワーがある選手なので結構馬力があって前にガツガツって、なんでそれに後期選手が、後期選手はテクニックタイプなので、はい、どう対応していくかっていう、さあ膝と肘を当てていく、パワー負けしないかが心配です。レンタウォーワンチャイ、メタイの恐ろしさを見せつけてるようなそんな戦いを見せます。やっぱウォーワンチャイプロモーションは首相撲からの肘がうまいですね。やっぱりこううまいですよね、確かにね。さっきダイヤ選手もそれで仕留めたんで、うん、高度な技術がこう詰まっております。ボディーを打っていく、でも今相手が前に来た時のミドルも後期選手も良かったですね。はい、赤のトランクスが後期、ローキックを当てていきます。42戦20勝20敗なんで次負けちゃったら負け越しになってしまうので、はい、ぜひ勝って勝ち越してほしい。あとか、ね、勝率をこう上げていきたいところ。後期もやっぱこう経験豊富なファイターですよね。さあ激しく肘やばいですね、あのレンタの肘、右肘、あれは恐ろしいぞ。当たってる、当てていく、コーナーに押し付けながら左右に当てていく、当たる、強いですね、強烈な左右の肘がクリーンヒットしております。恐るべしレンタオーバーチャイ、立てるか後期。もうレンタ選手は詰めた方がいいですね、いけるんだよ。右スカレート、レンタウォーワンチャイ、ちょっと危ない倒れ方だったので心配ですね。決着をつけました。ストーンって糸が切れたみたいに落ちてしまった。そうですね、もう恐ろしい KO 撃、レンタウォーワンチャイ見事な勝利を見せました。 WMC のタイトルはプロになってからずっと欲しかったタイトル、全力で取りに行きますと意気込んでいましたが、まさに宣言通り奪いに行きました。いや、いい試合が続いてますね。そうですね、エキサイティングな試合が続きます。さあ後期は大丈夫でしょうか。大丈夫ですかね。心配ですね、ちょっとね、起き上がりが押してしまいましたが心配です。やっぱ肘って怖いですよね、本当に。いや怖いですね、綺麗に入ったら、ね、やってても怖いです、ね、もう本当に皆さんにもう本当に頭が下がる思いです。危険な戦いを作って、この危険な戦いを乗り越えて栄冠をつかみました。レンタウォーワンチャイ、博多の虎であります。虎のごとく、レンタ選手もまだ18歳ですもんね。そうですね、本当に若いファイターですからね。あ、19、19、そうですね、2002年の6月。でも若いですね。19歳になったばっかりなんでね、またこれからの戦いに期待したいと思います。あ、そして後期選手も心配だったんですが、なんか足切っちゃってますね。意識は、ね、あるようなんだ、ほっとしました。なんとかね、ちょっと支えられながらまたね、立ち上がってもらいたいですね、後期選手で、ね、素晴らしい戦いを見せてくれました。さあ、後期対レンタウォーワンチャイの一戦、レンタウォーワンチャイの1ラウンド KO で完全決着をつけました。